君たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか。この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが評価権持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰キャ陽キャ君ら分類しないとどうにも落ち着かない。気づかない本能の外側を覗いてかない。自分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か。例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつ。所詮あんたはギフデッド、私は普通の主婦です。とそれはいいでしょう、素晴らしいでしょう。可能の証明の完成なんじゃない。夢を持ってなんて言ってない。そんな無責任になりよしない。ただその習性に食われないで。そんなハビットを背負うたび見えてくる君の価値。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通と。俺たちだって動物、故にもちろんオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろ、そのバッハビット。壊してみせるよ、そのバッハビット。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。酒の魚にすりゃもう傑作でもって君も進む気かき。みんなでそれそれでウィンウィンじゃん。こりゃこれで残念じゃん。そもそもそれって気にしないだし、その後なんか俺興味ないわけ。この先君はどうしたいって人に問われること自体、終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなくてかなり非常事態。君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ、俺は人生維持モードずっとそこで眠っててあらさ。俺はそもそもスペックが低いだから、あがいてもがいて醜く吠えた。俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らか。すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜに文字で片付けちゃうの。俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か。悟ったふりして怒るなよ。君に君を分類する能力なんてない。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通と。俺たちだって動物、故にもちろんオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろ、そのバッハビット。だって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通と。俺たちだって動物、故にもちろんオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろ、そのバッハビット。壊してみせろ、そのバッハビット。